2014年の時にあの UFC の、まあ、世界的なアマチュア大会、世界あのアマチュアトーナメント、それのポーランド あの決勝戦まで行って、もう違う相手でも良かったじゃないですか、テル君と。もう今あの無敗の男で3連勝、好きに相手を選べるなのに、なんでわざわざ自分よりでかい強い外人を選ぶかっていう。みんなはずっと海外進出の話してるんですけど、今はもうすでにブレイキングダウンにいる外国人に勝てないんやったら、ちょっと海外に行くのまだ早ないですかって思うんですよね。ブレイキングダウン。